さあ、それではステップ7の2ですね。今回は香辛バラ作っていきたいと思います。ステップ7の1で花びらね作っていただいたと思うんですけれども、このこちら3センチ角の花びらが全部で10個と 2.5 センチ角の花びらが5枚5個ですね、ご用意してあります。では早速ね作っていきましょう。おちりん、土台になるねこのおちりんは 2.5 センチの大きさで大丈夫です。まずはですね、この3センチ角大きい方からお花のところにね、ここに1段目に積んでいきたいと思います。まず新しいボンドをね出しましょう。もうたっぷり出しちゃってください。でたっぷり出しましたら、このおちりんの上にね全体に塗っていきますよ。はい、じゃあ全体に塗れましたら、花びらをね乗っけていくんですけれども、持ち方があります。このですね香辛バラ、レンで作る時には合わせつまみのこのこういう風にですね、花びらが着物の襟のように合わさっている面が裏になります。こっちが裏、表はこちらの何もないつるんとしたね方になりますので、持ち方はねこの頭のところ、ここをこうやって挟んであげてください。で挟めましたら、先端からだいたい半分ぐらいのところまでボンドをつけます。これぐらいついてれば大丈夫ですよ。であとですね、この端っこありますね、側面の端っこ、角っこになってるとこ、ここにもですね少しもうね気持ち程度で大丈夫です。ボンドねつけてあげてください。こっち側とこっち側についてます。つけられましたら、土台の中心のところにこの花びらの先端の部分ですね、ここが来るように置いてあげてください。そうしましたら、ここのですね角っこのところがちょうど土台の円の縁の部分に来るようになるかと思います。でこのように置いていただきましたら、まずね中心のところ少し押さえましょう。押さえていただいたら、まずこちら向かって画面の上の方ですね、上の方の花びらを中央部から外に向かってゆっくり押さえてあげてください。ピンセットをですねここの花びらのラインに沿わせるようにしながら倒して押さえてあげるとやりやすいと思います。こうすることでですね、2段目積んでいくときにとてもねやりやすくなりますので、反対側もね同じように中央部から外へ向かってピンセットを倒して押さえます。これはねしっかりとゆっくり時間をかけて押さえてあげると綺麗にね花びらついてくれますので、このようにしてみてください。じゃあね2つ目つけていきましょう。2つ目はですね、持ち方一緒ですね、このようにでボンドつける場所も同じ、この先端の裏側と側面につけますよ。でこれをですねここに1枚目の花びらのこちら側向かって右側ですね、向かって右側の足のところにこうやってですね置いてしまうと5枚乗らないので、どうするかっていうと1枚目の花びらの向かって右側の足からここですね3分の1ぐらいかな、全体の3分の1ぐらいのところまで2枚目の花びらを重ねて乗せます。で同じようにですね中央部をまず押さえてからゆっくり外に向かってピンセットを倒します。でこのようにしてですね花びらをくっつけてあげてください。今ね1枚目の花びらに2枚目の花びらが乗っかってる状態、ここですね乗っかってる状態になってます。で今度ね向かって右側のこの2枚目の花びらもしっかりね土台にくっつけますよ。このように
してですね、2枚のりましたので、あとは残り3枚ですね、同じようにこうですね、一番上になっている花びらを、大体3等分ぐらいしていただいて、その右側ここですね、ここに次の花びらの、よいしょ、左手の部分ここですねが乗るようなイメージで、どんどんね重ねていってあげてください。さあ、それではですね、5枚1段目全部ね載せることができました。で、一番最後のこの黄色ので、ね、薄い花びら一番最後に載せましたが、この子はですね、両手とも1段目の花びらの上に乗った状態になっています。このまま2段目を積んでいきます。で、ではですね、この一番最後に1段目ですね乗っけた花びらのこの向かって左手側、こちらから今度ね2段目を積んでいこうと思います。なんでかというと、1段目こう時計回りに載せましたので、同じように時計回りに載せてしまうと、ここのですね最後の部分だけがもうどんどん高くなっちゃうんですね。なので2段目は反時計回りに積んでいきたいと思います。積み方はねとても簡単、同じ大きさのこのね3センチ角ね乗せていきたいと思いますよ。これをの、ボンドをですねつける場所は同じですね、この先端と、側面の角っこの部分に乗せていただいて、一番最後に乗っけたこのね花びらの、向かって左側に乗せていきます。で、ここの頭の部分が1段目の花びらの頭と頭の間に出るように、こんな感じですね。まず乗せてみましょう。そしたらね、2段目のこの花びらの頭が1段目の花びらの頭の間から出るような位置にね今置いています。で、中央部を押さえて、側面をピンセット倒してね押さえるの同じですよ。ただ2段目の時はですね、少しふわっとしていて大丈夫なので、1段目の時よりもそんなにね時間かけて押さえなくて大丈夫で、横から見てみると少しねここ間が空いているようになっていますけれども、こういう風にお椀のようにですねなってほしいので、可愛くね仕上げるために、なのでここはですね、若干浮いてるかな、ちょっと高さ出ちゃってるかなっていう、こう斜めになっている状態がレンでは正しい状態です。で、このままですね反時計回りに乗せていってみましょう。さあ、では2段目もですね全部5枚ねつけることができました。で、一番最後、2段目の最後がこの黄色い子ですけれども、このね黄色い子とお隣になっているこの赤い花びらありますね、これはですね2段目の2枚目の花びらなんですが、ここの、向かって左手、黄色の花びらの左手とこの赤い花びらの右手の部分、ここですね、ここの角っこがですね合わさるようになっているかと思いますので、そのままでくっつけて3段目に行きましょう。
では、皆さんでもお気づきだと思いますが、この中央の部分、だいぶですね、お椀のようにふっくらとですね、曲線ができているんじゃないかなと思います。ここにですね、最後の3段目を積んでいきます。3段目はですね、一回り小さい 2.5 センチで作った合わせつまみ、こちらをですね、乗せていきましょう。で、お椀型になっているので、多分ですね、このまま先ほどまでのようにですね、この頭を持ってあげて乗せるってしていくと、この側面につけたボンドがあちこちにくっついてしまうと思います。なのでですね、3段目の場合はここの、花びらですね、角っこ、左右の角っこを合わせるようにして、こうやって持ってあげてから、先端とこの側面のところにボンドをつけて入れていってあげるとやりやすいかと思います。ちょっとね、やってみますね。このまずね、先端にボンドをつけて、側面にね、軽くボンドをつけてあります。で、このままですね、さっき2段目に置いた時の最後の花びら、黄色い子ですね、この子ですね、この子の右側、向かって右側のところから、今度ね、時計回りに置いていきますよ。頭は2段目の頭と頭の間に3段目のこの頭が出るようなイメージで置いてあげてください。でね、だいぶね、ちょっと垂直に近いぐらい立って乗っかってるかと思いますが、それで正解ですので、そのまま続けていきましょう。で、このようにですね、花びらを持っていただいて、折りたたんでですね、持っていただいて、先端とここの横にボンドをつけて乗っけていくっていうのをですね、残り4枚も今度時計回りに乗せて3段目が終了になりますので、ぜひね、やってみてください。さあ、ではですね、3段目も全部5枚ともね、乗せることができました。で、先ほど2段目の時にもやりましたが、3段目の時もですね、この3段目の、2枚目の子、この子ですね、このピンクの子と一番最後の黄色の、薄い黄色の子ですね、ここの足がですね、ちゃんとお隣同士くっついてるかなっていうのをね、確認して、これでね、3段目が終了になります。で、最後この中央部には皆さんね、お好きな花の芯入れていただければいいんですけれども、例えばビーズですとか、ペップとかですね。ただ今日はここに袋つまみをね、入れていこうかと思います。ちょっとね、ここに刺しておきますね。じゃあね、ちょっと袋つまみね、作っていきます。まずね、剣つまみにしていきます。これはですね、2.5 センチの布で今作っています。剣つまみにまずしましたね。で、ここの先端のところ、ここですね、ここにいつものようにボンドをね、ちょっとだけ塗ってください。で、一旦ね、指で鳴らしたら、ここに開いちゃいます。ガッと開いてしまって、こっちの輪の部分ですね、輪の部分からこのようにつまんでいただいて、自分の方に向かってくるくるっとね、どんどん巻いていきますよ。で、この最後まで巻き終わりそうになったら、内側にね、ボンドをつけて止めちゃいましょう。何回かね、こうくるくるってすると綺麗に止まってくれます。で、巻き終わりましたら、ピンセットを優しく抜きましょう。
で、このね、抜いていただいたらもう袋つまみ出来上がっていますので、これをこのお花の中央のところにね、入れていきます。で、入れるときはね、いつも花の芯ね、つけるときやってますが、新しい本と必ず出してください。で、出していただいたら、ここのですね、お尻のところにたっぷりとつけていただいて、中央の部分にね、このお花の中央のところ、ここにスポッと入れましょう。で、軽くね、上から押さえて花びらの形をね、整えます。これで完成になります。それでは今回も動画を見てくださって本当にありがとうございます。このチャンネルではつまみ細工の作り方や直し方などをアップしていますので、ぜひですね、見てみたい、興味あるっていう方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。